真っ赤なバラと白いパンジー。 G トゥラーン。はい、というわけで毎度お越しやすトゥラランエアダッカーやトゥラランのアダッカー前作らない職人正真でございます。本日はですね、水墨画でパンジーを描いてみたいと思います。これからの時期っていうか今もう出回ってるんかな、ちっちゃい鉢とかで見かけますよね。まあ種類が多くてね、めちゃめちゃ人気な花でね、育てやすくて、好きな方も多いんじゃないでしょうか。これね、今回水墨画で、描く時のポイントなんかをね、見ながら、僕もね、練習っていうかね、僕パンジー描いたことないんですよ。なので僕もちょっと練習として、取り組んでみたいと思います。あとパンジーの形をちょっと見てみましょうか。こんな感じですね、割とシンプルな形で、僕もね昔育ててた覚えがあるんですけどね、今ちょっとパッと見て思ったのが、花がね、まずこの下のところにこんな涙型の花びらがあって、でこの上にね、また同じような花が扇風機の羽みたいな感じでこう重なってるんですね。で後ろにこう2枚っていう、これがポイントかなと思います。ちょっと真ん中こう黒くしちゃったりして、割とこれでパンジーに見えるんじゃないかな。で茎がつながってて、葉っぱはねちょっと丸いんやけども、こう少しだけこうギザギザがある感じですね。こんな感じ、そんな尖ってはいないですね。この花のね、向きの、描き方がポイントになってくるんちゃうかなと思います。何でもそうなんですけど、例えばこの一枚の花びらを丸と見立てたら、正面から見てるとねこう正円に見えるんですけど、横から見たらどうですか、こう楕円に見えませんか。これと同じことが花でも言えると思ってて、花はちょっと横に向かせてみると、楕円をね、仕上げた形にしてあげると、すべてね、横向きのパンジーが表せると思うんですよ。そこがね、表現のポイントになってくるんちゃうかなと思います。で、そんなのひっくるめてね、水墨画で描いてみたいと思います。はい、まずでは道具の説明からしてみましょうね。今回使うのは、これはね、中国の硯、東画緑石剣というものですね。で、小円木、こちらの朱女造園っていうのかな、これも倒木です。ちょっと青みがある墨ですね。これを吸ってみました。まあ、筆の選び方なんですけど、まあ皆さん好みのもん使われたらいいんじゃないかなと思うんですけど、今回ね、割と端正な形っていうかね、遊びがいらない花やと思うんですよ。なんかこう、キリッキリッとしててね、丸も。正確にこうかけた方がいいと思うので、今回はこれ使いましょう。この間ご紹介させてもらった、リンパ村さんが出されている、花水ですね。奈良筆です。これ、ね、割と腰が強いんですよ。これしっかりした線で書いていきたいと思います。これ一本できるんじゃないかな、今日は。で、紙はいつも僕が使っている中国の線紙ですね。玉盤線、面料単線、使っていきます。うわぁ、しゃくりですわ。この紙はですね、Amazon でも売ってるので、よければ、概要欄にリンク貼っておきますので、いつも僕が使ってる紙ということで、興味ある方はね、見てみてくださいね。Amazon で買えるって便利な時代ですよね。はい、ではフェルトを敷いて、あ、ちょっと待って。毛がすごい。あれ使おう。はい、パクパクローラーです。これめっちゃね、便利なんですよ。ほんまね、これ綺麗に毛取れねえな。あ、それも一応概要欄に載せておきますね。ほこり取り、猫ちゃんの毛にお悩みの方におすすめです。はい、では描いていきましょう。まず、一枚の絵を描こうとするんじゃなくて、練習としてね、形を捉えていこうと思います。最後にね、一枚綺麗に絵描きますね。まず、絵皿にですね、淡墨を作ります。まあ、どうですかね。うちで説明するの難しいですけど、一番薄い墨として、標準の墨としてこれはずっと置いておくので、こんなもんかな。透明感のある墨色を作っておきたいとね、ここではね。で、僕はね、僕はなんですけど、濃中淡と最初に作り分けとくんじゃなくて、淡墨だけ先に作っといて、それを、調節しながら絵皿で、直接色を作っていくタイプです。まあ、これはね、本当にお好みっていうか、やりたい方法でね、皆さんやられたらいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあまずね、花を描いてみましょうか。これね、ちょっとポイントがあると思うんですけど、滲み方ですね。この構成灰はすごく滲むので、淡墨をまず全体に、筆全体に含ませて、で、濃い墨をちょっとだけ、先につけて、あまりグラデーションが急に出ては困るので、絵皿でなじませます。筆をしっかり寝かせて、押し付けて、こうグラデーションね、穏やかにしておきます。少し水分取って、描いていきます。まずね、正面向きの花を描いていきます。で、これ描く順番も僕大事やと思ってて、前も言ったんですけど、水墨画でこういうにじむ紙に描くときは、一番最初に描いたものっていうのが、ずーっといつまでもこう上に上がってくる性質があるんですね。若冲がやってた筋目書きなんかそうなんですけど、なので一番上に来てほしいところから描いていくっていうことも大事だと思うんですよ。で、このパンジー見てもらったらわかるんですけど、一番上に来てる花びらって一番下の、この垂れ下がった花びらですよね。
なのでそこから書いていきます。書き方はね、一筆でいってもいいと思うんですけど、難しい場合は二筆でいきます。左右に分けて書きますね。1、2。で、これをね、繰り返していきます。次は、この後ろのとこですね。これは一筆でいってもいいんじゃないかな、1。で、こっちも2。いいと。で、後ろはね、全部出すんじゃなくて、チラッとチラ見ぐらいでいいんですね。こう。1、2。わかりますか？この筋。筋が出てて、一番最初に書いたやつが上に上がってくるんですよね。そしたら、これね、すこさずですね。あんまね、滲みすぎてるとね、あんま良くないと思うんですけどね、ちょうどいい加減。少しこう、ティッシュで押さえてもいいかもしれませんね、水分を。とにかく乾ききらないうちに、のぼこを取ります。いっちゃん濃い墨です。結構たっぷり取っても大丈夫です。で、この中心のとこね、ここに模様が入ってんのがパンジーの特徴やと思うので、ここに滲み合わせてね、入れていきます。今日あかんな。じゃん。じゃんっていう感じで。ね、こうじわーっと滲んでいくのが綺麗ですよね。で、まあ、必要があったらちょっとこう、筋みたいなのも書いといてあげて。あんまこう、嫌味ならない程度に。こんな感じでどうですか？割とパンジーの特徴出たと思うんですけどね。で、茎がこうシュッと。で、これの応用でね、向きいろいろ書けると思うんですよ。さっき言ったみたいに円っていうのは横から見たら楕円になるので、これを意識してですね。例えば、先ほどの書き方と一緒なんですけど、この縦にね、細いのを意識します。左向きのパンジー書いてみますね。形ってね、不思議ですね。こんな風に見えるんですよ、横から見たら。で、こちらも細く書く。こっちも細く書く。花びらのポジショニングは一緒なんですよ、全部。一緒だけど、縦に伸びて見えるんですよね。で、また一緒。濃い墨を、入れる。で、一つだけ注意するのは、横を向くと、ちょっとだけね、こう、額が見える時があるんですね。見えない時もあるんですけど、角度によって。で、こういう風に。横から見たパンジーですね。まあ、基本的には右向きでも一緒です。まあ、デッサンとかスケッチとかをしてね、見え方を、研究するといいかもしれませんね。パンジーとビオラの違いって知ってますか？ビオラの方がちっちゃいんやったっけ？僕はあまり詳しくないんですけどね。聞いといてね。人に聞いといて自分はあんまり知らんっていうね。まあ基本はね、この花びらの形ってね、なんかよっぽどこう品種配合とかね、フリルがついてたり、すごい模様が入ってたりね。それ以外はね、特徴的には同じような書き方だと思うので、この今言った応用で全部書けると思います。あとちょっと難しいのが、つぼみですね。一番ちっちゃいつぼみは、額から書いていきますね。額がありますね。額っていうのはこう花びらを支えるところですね。で、こう茎がついてて、ちょっと筆先に濃い墨をつけて、つぼみの時の方が色が濃いんですね。で、ここにちょっとこんな風にやってあげると、つぼみが書けます。で、これね、少し膨らんできた時が難しいんですよ。書き方は先ほどと一緒で、今度左向き書いてみましょうか。こう、ちょっと開きますね。支えるところが。花が膨らんでくると。で、こう、クッキーがついてるのは一緒なんですけど、今度ね、淡木ですね。淡木に、先ほどと同じように、グラデーション穏やかにした彫木で、少しね、こう、膨らむんですね。こういう風に。こんな感じかな。はい、こんな感じでね、開きかけのつぼみも書くことができます。これはね、実際の花を見られたらいいと思うんですけどね。はい、次、葉っぱですよね。葉っぱと花の組み合わせってね、すごく難しいと、まあ、感じてて、例えば、この花びらの色ね、トーンに同じ色のトーンで葉っぱ描きますね。はい、どうでしょうか。まあ悪くはないんですけどね。なんかちょっとこうパッとしない感じがしませんか。水墨画ってね、やっぱりこう対比の美学でもあるんですね。色差、色の違いで見せることってできないじゃないですか。例えば赤とか黄色とかやったら、色の違いでこう、ものの判別ができるんですけど、水墨画って墨一色なので、トーンでこう見せていかないとダメなんですね。濃い、薄いっていう。なので、花びらが薄い時は、少しね、ほんまそう見えなくても、濃いめにね、葉っぱを作ってあげると、見栄えいいんじゃないかなと思うんですね。だから筆先に、陽気めの濃い墨を取ってきて、筆も寝かせずに少し縦気味でこう、彫刻してですね。これでちょっと葉っぱ描いてみますね。こっちの花に描いてみます。はい、どうでしょうか。やっぱこう花の優しさがより際立つ気がしませんか。まあ、これもね、なしではないんですよ。なんかこう全体的に優しい感じに表したいときはね、これでもいいと思うんですけど、なんかこう、
ジャクチューなんかうまいんですよ、これ。濃いところと薄いところしっかり作っててね、見せ場を分かってるっていうね、感じがするんですけど、そんな風な絵を描きたいときは、どちらかをね、濃くすることをお勧めします。で、これとは逆に、パンジーでも今はちょっと薄めの色のね、まあ僕の想定としてはこう、紫っぽい、薄紫みたいな花をイメージして描いてみたんですけど、例えばこれ、こんなような、赤っぽい色。これ、黒で表すと、墨の色で表すと少し濃いですよね、トーンが。で、こういう時は花を濃くすると思うんですよ。ちょっと描いてみますね。一応僕はだから先ほどと同じなんですけど、陽気めに黒をつけて、ちょっと縦気味で彫刻します。そうすると濃い彫刻ができるので。はい、こんな感じで、濃いパンジーを描いてみました。この場合は逆に、先ほどと逆ですよね。葉っぱを薄めに表してあげると、対比が取れて綺麗やと思うんですね。先ほどの花の描き方と同じ彫刻でやってみます。うん、ちょっと濃すぎたかな。もう少し薄かってもよかったかもしれない。でもこんな感じでやっぱ濃いところと薄いところでこう対比が取れてる方が、ね、こんな風に。見た時にこう分かりやすいかなと思うんですよね。あ、あと葉っぱの描き方ですね。葉っぱはね、丸っこい葉っぱなので、竹の葉を描く時のように、穂先が先に出たまんま、下ろしてきたら尖った葉っぱになってしまいます。なので、配慮をこう垂直に下ろすことを心がけると、先の丸い葉っぱが描けるので、それで表したいのと、あとこれ、ね、少しだけこう切り目っていうかね、丸い切り込みが入ってるじゃないですか。これをね、どう表すかっていうのはね、ほんま水墨画では難しいんですよ。例えばなんですけど、もうそれを省略してね、こう丸い葉っぱだけで表すっていうのは僕はありやとは思うんですよ。こんな感じでこう茎が出ててみたいな。これもね、省略の美学としては、ありやと思います。ただ少しね、もう少しこう特徴的なところも出したいっていう方は、筆を分けてね、やってみたいと思います。まあ、単純化するとしたら、一筆目がこうなって、脇にこう、1、2、3、4ぐらい、ボコがあるとね、葉っぱっぽく見えるんじゃないかなと思います。ちょっとやってみますね。あ、ここで直接書いてみようか。こう、上があって、2、3、4、5ぐらい。丸いところを書いといて、一番先端のところですね。で、脇をこう少し、整えてあげる。先端を書いといて、脇、1、2、3、4ぐらい。少しのことですけどね、まんま丸に書くだけとはちょっと違うところが出せますよね。で、葉脈もね、こう入れといてあげると、より、葉っぱの方向性もわかりますよね。で、大きな葉っぱだけじゃなくてね、根元のね、方に行くと、まだ赤ちゃんの葉っぱがあるんですね、こうやって。でね、観察してるとね、これ葉っぱが大きくなるにつれてね、この切れ込み出てくるんやろな。根元のちっちゃい葉っぱ丸いんですよ、ほんまに。だから丸だけでいいと思うんですよね、根元のちっちゃい葉は。赤ちゃん葉っぱはね、こんな感じで。で、大きくなるにつれて、こう葉っぱのギザギザ感も少し出てくるみたいな。これね、考えると、パンジーは描けると思いますので、ぜひぜひ、今の応用でね、描いてみてくださったらありがたいです。で最後に一個、作品仕上げてみましょうか。描き方は一緒なので、これと同じことをね、岩彩とか、国画顔料に置き換えて色で描いてみてもね、いいモチーフなんじゃないかなと思います。やっぱ花ってね、色あった方が綺麗やし、墨もいいんですけど、色でしか表せないことってありますしね。まあ、さっきと全く同じでね、黄色と赤で彫刻して、真ん中のところに茶色を落としてみたりね、そんなんも面白いと思いますので、ぜひぜひ、よければ。じゃあ今までのことを踏まえて書いてみたいと思います。こう全部根元がね、一緒になるようにしないとダメですね。一点から出てるように。
はい、というわけで本日はパンジーの描き方を、やってみました。まあ、ポイントとしてやっぱこの特徴的な花びらの形と、あとこの葉っぱと花のこの対比の取り方かなと思います。ここがね、ほんまね、いつも悩むところでね、花描いたりするときにこれどっちを濃くしたらいいんかなとかね、形としてはね、単純じゃないかなと思いました。この涙型のね、3つの組み合わせ、それから後ろに2つ、これが基本形になってくるので、あとは向きの問題でね、向きでどういう風に見え方が変わってくるかっていうことが把握できたら、そこまで難しくないモチーフで、なんかちょっとしたね、はがき絵とかに描くときにも簡略化しやすいモチーフなんじゃないかなと思います。まあ、これからね、春になってくるとね、いっぱいいろんな色とりどりの花が咲いてくると思うので、パンジーもね、とても人気の品種ですから、皆さんもぜひぜひ、よければこの描き方をね、描き方を参考に、加えてみてほしいですね。ちょっと近づいてみてみますね。はい、こんな感じで、綺麗ですね。この墨色の変化がね、割と淡い色の花びらが多いんじゃないかなと思うので、この後から加えた濃墨がすごく映えますよね。綺麗ですね、にじみが。で、ちゃんと一元から全部茎が出てるようにして描いて、葉っぱもね、これね、葉脈描いてないんですけどね、まあ描いてもいいかもしれませんね。濃いので今回あえて端折りました。これだけでも十分ね、葉っぱに見えるかなと思ったので、まあ描きたい方は描いてもいいと思います。あとこの葉脈じゃなくて花脈、花の脈ですね、これは少し入れました。さばき筆使って、こうすることで花びらの方向性が少し暗示できるかなと思って入れてみたんですけど、あんまりくどくなりすぎるようだったらこれも省いてもいいかもしれませんね。まあ、そこら辺ね、描き手のセンスというか、そうなんで、皆さんでね、感じたまんまに描いてみてほしいと思います。はい、今回も最後までご視聴くださってありがとうございます。いつもね、いいねボタンを押してくださってる方もありがとうございます。コメントもね、たくさん、素敵な、コメントもさせていただいてね、感謝してます、本当に。まあ、これからもどんどん、水墨画、水彩画、それから日本画もね、やっていきたいですね。ほんまに。どんどん動画発信していきますので、これからもよろしくお願いします。何かこの動画の皆さんの参考になったらありがたいです。最後までご視聴くださりありがとうございました。またお越しやす。2月になってしまいました。毎月1回開催すると言ってるったプレゼント企画がね、1月分遅れてますね。今日やります。はい、楽しみにしててください。皆さんもぜひぜひ、ツイッター見てくださいね。何が出てくるんでしょうね。最近ね、僕の動画の中で人気のある画材を、プレゼントします。